皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、お台場ダイバーシティに新しくできた店舗に行ってきたので、そちらの購入品を開封していきたいと思います。で、初めてね行ったんですよ。結構時間経っちゃって、多分1週間とか2週間ぐらいできてから空いた気がする。私もいつあれができたのかもちょっと記憶にないぐらいの時にダイバーシティ店ができて、で見に行ったらね、なんか一応ポップアップみたいな感じで期間限定ショップみたいで、2月の中旬ぐらいまでかなまでのショップさんみたいです。でそこでですね、キャンペーンを行っていて、3500円かな買ったら、コンパクトミラーがついてるよっていうのをやってて、これポップマートあるあるっていうか、好きな人あるあるだと思うんだけど、これノベルティができてさ、この何千円以上買ったらみたいな、で買ってさ、レジ持ってってさ、すんごい金額オーバーしてることない？今回これ3500円分だったんだけど、頭の中でざっくり計算してた気がするんだけど、欲しいものを買ってたら気づいたら4800円買ってて、え？ってなったというわけで、その時の開封をしていきたいと思います。ダイバーシティ店で買った購入品がこちら、よいしょ。リトルグリーンメンの新作だね。これパーティーゲームズっていう、この新作を購入させていただきました。でね、今ちょうど、まあもう動画が出てると思うんですけど、年末年始に、ロボショップ回るよっていうやつやってると思うんだけど、それの途中で、でなるべくその新作かぶりが少ないようにね、新作を買おうと思ってたんだけど、ダイバーシティでね、もうこのがっつり新作を1個手に取ってしまって、もう新作ラッシュというか手に入れることができて、でこれだとね3500円届かないんですよ。で買ったのがこちら、このポップビーン、これをね買いましたよ。で実はこれ前に私もう一袋買っていてですね、ただ一つじゃ絶対に狙いが出ないなと思ったので、ちょっと今回もう一袋買って、今回これを機にですね開封しようと思って、まあお正月だしね、いいかなと思って買ってみました。でこのノベルティはこちらですね。これがコンパクトミラーがついてきて、これを今日は開封していきたいと思います。じゃあ先にグリーンメイクか。オープニングとアイキャッチを変えたんですよ。なんかオープニングいつも結構長くて、あれ前のやつ19秒とかあって、なんか長いなと思ったんで、これを機にかなり短いオープニングと、アイキャッチも、私途中、去年の途中に、アイコンを書いていただいて、その時の画像を使ってもいいですよっていう感じだったので、まあちょこちょこね、せっかく書いていただいたからと思って使っている感じですね。なのでちょっと新しいアイキャッチもオープニングも見ていただけたらなと思います。じゃあ早速開封いきますか。プラネットエイリアンパーティーゲームズシリーズ新セット、狙いがボーリングみたいなやつと、ハッピーダンスマシーンっていうやつと、あとこれなんて読むんだ、ギースギースギース、わかんないな。あ、でも割とどれ着てもいいかも。エアホッケーみたいなのも可愛いし、ロケットのやつも可愛いし、あれだよね、このワンモアラウンドみたいなやつはダーツみたいなってことかな、違う？あ、ダーツ上だじゃあこれは何？ちょっとわかんないですけど、ちょっと
2個買ってきたので、しかもなんか何も狙いとか考えずにペペペペペって取って買ってきたので、何が出るかは全く分かりません。かぶんないと思うんでね、重さは一応違うの選んだつもりです。じゃあ早速いきましょう。うわー嬉しい。これどうやって入ってんだろう。そうだよね、付属品でこれバレちゃう気がするから、どうにかして付属品を見えないようにして、せーの、あ、エアホッケーだ。いいじゃんいいじゃん、見てめっちゃかわいい。かわいい、かわいいけど全然切れる自信がない。なんかみんなちょっと見えるかな、中がさアンディの部屋になってんだけど、私これマジでさ綺麗に切れないからさ、あのディムクのあのやつがめっちゃ良かったんだけど、これはそうはなってないみたい。なんかみんなが頑張って切ってみて、私にはちょっと無理だなこれ。というわけで一つ目はこのエアホッケーの子でした。よかった、かわいい。てかめっちゃウケるこの子たち、これよじ登りながらやってんだけど。じゃあ二つ目いきます。もうこうなったらホッケー以外だったら何でもいいですね。よいしょ、よしよし、あ、やば、見えちゃった。でも狙いだ狙いな気がする。これもうしょうがないからこうドンってやるね。バレてると、あ、違う、狙いじゃないわあれ狙いじゃない、これなんだ。いきます、せーの、あ、私がこれ何って言ってた、これ何、ピザプラネット、かわいい。これ箱になってるピザのゲームってこと？分かった。これあれだ。あのドンって叩いてさ、吹っ飛ばすやつだ。なんかこれ吹っ飛ばし、ボンって吹っ飛ばして、わーってこう入るみたいなやつだね。ね、これさ顔ついてるちゃんと。ちょっとこっちで見せよう。これ今。ピント合ってるかな。さあというわけでリトルグリーンメンの開封が終わりました。いやめっちゃいい、私この2つ結構好きなので飾りたいと思います。そして次はこちらのポップビーンを開封していきたいんですけど、これは多分画角を変えたら見やすいかなと思うので、ちょっと画角を変えていきたいと思います。よし、ちょっと斜め上からになったかな。じゃあこの状態でポップビーン開封していきたいと思います。で、狙いはですね、まあスカルパンダさんが欲しい、あとはまあ、どれ出てもいいって感じですね。スカルパンダ狙いでいきたいと思います。よいしょ、行きましょう。
年明け一発目のおみくじです。いきます。せーの、ほい。あ、サチロスロリー、本当に縁がありますね。1個目じゃサティロスロリーでした。マジ動画長くなっちゃうからパパっていこう。2つ目、おお、フクボボ、フクボボで合ってんのかな、あれ結局わかんないんだよね。フボボ、フボボか。あの年末で開封してるので、もしよかったらそっち見てみてください。3つ目、よし、はいはい、あれだ、名前が出てこない、うちの甥っ子に似てる子、ハチププ、よし。4つ目、せーの、ほいほい、あ、ノリ、あれなんかあんまちょっと、あれなんか雲行きが怪しくなってきた。ちょっと待って、半分、5個目、お願い、いきます。せーの、はい、うわ、あれニャゴラ、ニャゴラだっけ、ニャゴラ、ネゴラ、メゴラだった。勝手に名前変えちゃった。待って、ちょっと待って、モリー、スカルパンダ、ディム、あのラブブのやつ、グクライベイビーとかその辺が来てない、やばい、なんか主要メンバー出てきてない感じすごいけど。何個目、6個目、よかった、ディム君来た、ディム君、ちょっとここに並ばさせられる、ちょっと、てか思ったより結構大きいんだね、めっちゃしっかりしてる。7個目、来ないんじゃない、あ、違った、スイートミー、いや嬉しいんだけど、あれくそ、赤だと思ったのに、あと3つしかない、よいしょ、怖い、7個目、あれ7個目、今7個目って言ったよね、今が7個目か、いきます。あ、クライベイ来て、あ、よかった、クライベイビー来た、でも違う、やば、あと2個だ、どうしよう、行きます、どうしよう、お願い、よ、せーの、くー、かぶった、ちょっとこれはここに、ラス1、10個目、私これ買い足さなきゃなんない、もしかして、うわー、モニーちゃんで締めたわ、さすが。というわけで、モリーちゃんラスト嬉しいけど、なんで私はこういうの本当にスカルポンドさんと縁がないんだろう、マジで、あれどうしてだろうね、なんでだろう、毎回毎回この感じだったら出るんじゃないかなって思ったんだけど、今さ開封する前に、あの今年最初のとか言ったけど、普通に年末なのね、12月27日なの、今撮ってんの、年明けに撮ってみようかな、したらなんか変わってる気がする、やっぱその2023年何が起きてたかって、やっぱ私そのこういう系のいろんなアーティストさんのやつは本当に一回もポップカーは出したけど、それ以外のやつでスカルパンダさんを出したことがないから、ちょっと来年にかけてみようと思います。というわけで今回開封はこんな感じでした。
で、ちなみにこのリトルグリーン麺2つとポップビーンズ1個買って、これをねゲットしました。コンパクトミラー、これすごいのがさ、開けたらさ、ここが串になってて、皆さんゲットしましたでしょうか。はい、というわけで今回はダイバーシティ店にできたポップマートの購入品の紹介でした。いや、いい感じ、私のちょっと狙いな感じが来ていて、ただポップビーンだけなんで本当スカルパンダさん出てくれないんだろうってぐらい、ちょっとスカルパンダさんじゃなかったんですけど、ちょっとリベンジをしたいなと思いますので、また、その動画が上がりましたら見てみてください。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画まで、バイバーイ。